ジジガリ選手が走ってもらいますけれども、ランサーのですね WR カー04マシンと05マシンのですね、一番進化したポイントというのはどこになるでしょうかね。先ほど中山の方から説明があったと思うんですけど、まあ、まず車体側では最適化、それに合わせて、コントロール系の対応、こういったところがメインになってます。やっぱり WR カーというのはスピードと迫力がまた段違いという形ですよね。これは今走っているのは04、去年の仕様のグラベル仕様です。あ、グラベル仕様です。グラベル仕様です。タイヤもグラベル用ですし、グラベルタイヤですか。これだけのスピードで回してくるわけです、ジャン・レニガリ選手。これはプレスにとっては非常にありがたい映画撮れますね。あそこまでドリフトで寄っていくと回しております、ジャン・ルイジ・ガリ選手。 OK、 ジャン・ルイジ・ガリ選手に大きな拍手をお送りください。サンキュー、ジュイジ。ジャン・ルイジ・ガリ選手、さあ行っていただきましょう。さあ、ジャン・ルイジ・ガリ選手、ワゴンに乗っても吹っ飛ばしますけど、ガリ選手相変わらず、パフォーマンス見せてくれますが、ガリ選手なんですが、ジャン・ルイジ・ガリというのが本名なんですけれども、一般に言うとジジガリ、ジジガリというか、さっきも彼自身もジジと呼んでくれたんです。そのジジという呼び名は自分ご自分が、そうです。あ、なるほど、誰かがつけたわけじゃなくて自分の愛称ということで、ジジガリを売り出しているということで、この車の運転するの初めてだと思いますから。そうなんですか。ね、まあ普段は練習もしてないんでね、ちょっと手間取ってるみたいな。手間取ってるんですか。手間取ってるのは見えないんですけども、普段はまあ真剣されてきたりね、WR カーに乗ってるということなんですが、マニュアルミッションでもあまりその辺は変わらないんですかね。そうですね。ハンドル持たせたら何でも極限まで、はい、挑戦する、そういう感じですね。なるほど、激速ワゴン、ランサーエボリューションワゴン GT とジャン・ルイジ・ガリ選手のコラボレートでした。富士はね、パフォーマンスよ、彼は見せますよ。なんだあの富士は、見せてくれるでしょうかね、ここでもね、ぜひ両手は続いては見せてもらったんですけど、まずはワンハンドドリフトを見せてもらいました、JJ。さあ、ここでギャラリー積んだところで一気に回し込む、JJ が回す、とにかく彼の走りは派手です、ツインドリフト、ツインピンストリー、やってくれるぜ、ジュジュガル、JJ はどこまでもタイヤは溶けっぱなし。ステアリングを握ったドライバーが自分のテクニックを高性能に容易に引き出すことができるスーパーマシン。マシンはランサーエボリューション 9GT、 いきなりぶっ飛ばしてますけれども、さあ、ジャン・ルイジ・ガリ選手、イタリア国内での活躍が非常に長かったということもあるんですけれども、プロデューサー君にその辺ちょっとお伺いしていきたいんですけれども、彼まだちょっと馴染みがない部分もあるかもしれない若手のドライバーなんですが、彼のここまでの戦略といいますかですね、どういったプログラムを勝ち得てここまで、ワースのシートを得たんでしょうかね。彼は最初はフィアットとかその他の車に乗ってまして、それで、まあ、三菱のグループエンジンに乗ってもらって、三菱
6名の選手権に出てもらったと、ラリアとイタリーからの参戦でした、まあ、その活躍があって昨年我々の WRC チームの、若手ドライバーの中のうちの一人としてノミネートしたわけです。今両手離してダブルピースしてましたよね。ドリフトの真っ最中だと思うんですけれども。